食べ物は大根おろしです。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、ゆうたです。元気玉。皆さんこんにちは、ゆりかです。今日は最後まで一緒に楽しんでいきましょう。君と始まるか改めましてサプライズと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず自己紹介の方。はい、大根おろしが大好きなゆうやです。よろしくお願いします。はい、佐々木ゆりか14歳です。よろしくお願いします。はい、
大隅ゆうた二十歳です。よろしくお願いします。若いよ。何？ゆりか若いよ。若い、うん、なんかね、さっきね交流会するときにね、何歳って話になって62歳ってなったの。これでどういうことだそれは。これを見て、62歳ってなったの。これで衣装で。そう、どうしようか。ちゃんと仲良くなった？うん、仲良くなった。オッケー。辛かったけど。僕たちね、あのねいいですか、いいです。今3人でステージ立ってるんですけど、もともと4人のダンスボーカルユニットでした。メンバーのね、中山くるみちゃんという子がいまして、ラストヒロインワルキューレの審判というオーディション番組で見事ねラストヒロインの称号を勝ち取りまして、もう東京で活動しています、プロとして。すごい。拍手ありがとうございます。そのくるみちゃんが、くるみちゃんがお昼のね、昼ドラの癒し屋キリコの約束というね、毎日やってるんですけど、そのドラマに出演しているのと、さらにその主題歌をね、はい、そう、歌っているということで。主題歌。主題歌。はい。主題歌なんですか。サンキューフォーザミュージックです。サンキューフォーザミュージック。それが、それがなんと9月16日に発売します。拍手。拍手。素晴らしい。ビューティフルですね。早い。ビューティフル。展開が早いんですよ。だからそちらの方もね、ぜひね、皆さん、はいはいはい、聞いてほしいですね。うん、そうだね、うん、はい、すごいね、やっぱりね。早くない？すごい。この間まで一緒に4人でやってたのに、なんかもうそういうね、そうね、本当に第一線でプロとして活動してる、うん、くるみちゃんの方もね、ぜひ応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、僕たちも後に続けるように頑張っていくので、うん、はい、そうですね。そんなね、僕たち大事な大事な大事な告知があります。はい、何ですか。私たちアクターズスタジオ北海道本部スターゲート校というところから来たんですが、そのアクターズスタジオ北海道本部最大級の一番集大成の大きなライブが9月22日皆さん、はい、シルバーウィークとはご存知ですか。知ってます。そう、シルバーウィークの祝日火曜日22日にレッドライブボリューム7という、はい、アクターズスタジオの中で一番大きなライブが行われ、あのここの近くのキューブガーデンという会場で行われることになっています。ぜひ時間がある方は見に来ていただけたらなって思ってます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。9月22日ね。そう、火曜日祝日。もう1ヶ月切りました。そうですね、切りました。あと、うん、はい、あと3週間くらいかな。楽しみだね。楽しみだね。ダンスだけのね作品があったり、ね、あのいろんなね、なんだろう、普段、うん、組まないような人とね組んで一緒に歌ったり、本当に盛りだくさんのライブになってます。はい、うん、レッドライブ。そうですね、ぜひ来てください。楽しみだな。楽しみ楽しみだな。何？どうした？どうした？怖い。君たち。レッドライブ大事だね。なんか言いたいことがあるんだな、その顔。大事です、レッドライブも9月22日の。9月22日。大事ですよ。どうしたの？それより前にあるじゃないですか。一個大事なやつか。レッドライブの前に僕たち出るじゃないですか。え？外部のイベント？そうですよ。知らないですか？知らないですか？僕が説明しましょう。皆様。何？虫がいる。9月6日の日曜日。9月の6日？そうです。大どんでんですね。大どんでん。大どんでんというね、ちょっと言っちゃってくださいよ。歩行者天国がありまして、そちらの方で15時20分から15時50分の方で。あの僕たちサプライズ出演が決定しております。おお、はい、9月6日15時20分から15時20分、30分間だね。さっきゆずるくん言ってたわ。あ、そうだ、そうです。メロディーも出るんですね。さっき出てたあのちっこい子たち、メロディーとあのさっき歌ってたうまいんですよ、ゆずるくんとりなちゃんがね出ますので、ゆずるくんとりなちゃんデュエットで出るんですね。はい、ぜひね、そちらの方もなんと無料ですので、あの見に来てください。うん、会場は、あ、会場はですね、あの南一条通りの丸い今井さん前です。南一条通り、はい、丸い今井前、丸い今井前です。丸い今井前、
そちらの方もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。暑いね。もう終わりになっちゃうね。そうです。あと2曲でね、僕たち終わってしまうんですけど、次の曲がちょっとね、ちょっとしんみりした曲を1曲